タイにも驚くべき秘密。日本で古くから使われている1軒の単位は古代イスラエルにあったんです。なんと1軒が古代イスラエルの寸法。1軒は176センチ、一方古代イスラエルの長さの単位キュビトは44センチ。計算すると1軒はちょうど4キュビトとなるのだ。古代イスラエルの影響は日本の長さの単位にまで及んでいた。そして諏訪大社にはもう一つイスラエルとのつながりを示す証拠が。それは御神体山であるモリヤ山。イスラエルにもモリヤという丘があり、人々の信仰の対象となっています。モリヤという名の地がイスラエルでも崇められているというのだ。さらに久保氏はこの諏訪大社が古代イスラエルにつながるという決定的な証拠は御柱祭なんです。なんとあの殿下の記載御柱祭が古代イスラエルと深くつながっていた。秘められた古の暗号を暴く。御柱祭のルーツは古代イスラエルにあるのか。御柱祭は7年に一度行われる諏訪大社の神事。長さ17メートル、重さ10トンに及ぶ大木を氏子者とも急斜面から逆落とし、死者も出るほど危険かつ豪快な天下の奇祭である。一体この御柱祭と古代イスラエルがどうつながるというのか。謎を解くため我々は古代イスラエルの祭礼に詳しい関西ユダヤ教団を訪ねた。出迎えてくれたのは神官のハガイ・ブルメンタル氏。彼は御柱祭にどのような反応を示すのか、実際に御柱祭の映像を見てもらった。この祭りと似ていることが古代イスラエルでも行われていました。似ているとは一体どういうことなのか。この祭りと同じことが聖書に記されています。果たして聖書に記された御柱祭の記述とは。ここです。ソロモン神殿を作る時、レバノンの山中から大木を切り出しエルサレムまで運んだと書かれています。そもそも御柱祭は大木を山中から切り出し社殿まで運ぶという祭り。確かに聖書に記されている内容と似ている。やはり御柱祭は古代イスラエルと関係があるのか。この祭りは木の柱が崇拝されていますね。はい。古代イスラエルでも同じ考えがありました。木には神が宿るとされていたんです。木に宿る神とは一体。その神の名はアシュラです。古代イスラエルの女神アシュラだという。日本語の「柱」という言葉は実はこの古代イスラエルの「アシュラ」という言葉から来ています。なんと柱の語源は古代イスラエルの女神アシュラ。我々は諏訪大社の大総代浜氏を訪ねた。御柱祭の柱は神様として扱って、なんと柱は神。これは古代イスラエルと同じではないか。長さの単位、そして柱の意味、ついに諏訪大社と古代イスラエルがつながった。だが諏訪大社の謎はこれだけではなかった。御頭祭っていうのも変わってますし、鹿の頭75頭分神に捧げて奇妙なお祭りなんです。なんとあの御柱祭をしのぐ御頭祭という記載があるという。浜氏に教えられその祭りが詳しくわかるという資料館へたどり着いたのは守谷資料館。ここにもあの守谷の名があるではないか。果たして御頭祭とは。うわー、何ですかこれ。そこにあったのは多数の鹿の頭。これは一体何なのか。この鹿の頭って一体何なんですか。諏訪大社の御頭祭の時にですね、神に捧げた神饌、鹿の頭ということになりますね。御頭祭とは鹿の頭を祭壇に捧げ、神官が祈りを捧げるという祭り。確かに奇妙ではある。さらに館長によると、明治時代より前は全く違う形で行われていた。柱に縛られた8歳ぐらいの子供が生贄に。神官が子供に刃物を振り上げるが、次の瞬間別の神官が現れ子供を解放。そして代わりに鹿の頭75頭分を捧げるという祭りだった。この奇妙な祭りにも古代イスラエルとのつながりがあるのだろうか。我々は再び久保氏に調査協力を依頼。御頭祭の映像を直接見てもらった。そこにイスラエルの痕跡はあるのだろうか。すると突然久保氏はあるものを持ち出してきた。聖書ですね。はい、またもや聖書。この子供をですね、生贄にしようとした時に、はい、主の使いが現れて、はい、その少年が解放されたということなんです。その記述は聖書の創世記第22章にあった。アブラハムは息子イサクを丘へ連れて行き、生贄にしようとした。すると神の使いが現れてアブラハムを止める。そして息子の身代わりに羊を捧げた。まさにその内容は御頭祭と同じではないか。そしてもう一つ驚くべき事実が。この物語の舞台となった場所、それはモリヤの地だったのである。モリヤは現在のエルサレムの中心で、イスラエル人にとってはもう心の中心地、聖地中の聖地。諏訪大社のご神体山モリヤ山。そのモリヤはまさにイスラエルの聖地だったのである。調査の結果判明した聖書との数々の共通点。さらに諏訪黒子なね神事の最大はやはり今は御神渡り。我々の調査は古代イスラエルの民が残した聖なる儀式にたどり着く。古代イスラエルと諏訪大社の数々の共通点。これは古代イスラエルの民が諏訪の地に来たという証ではないのか。ではなぜ彼らはこの諏訪を選んだのか。その秘密は諏訪湖にあった。諏訪湖どこなね神事の最大はやはり今は御神渡り。御神渡りとは冬の間に諏訪湖で起こる湖面の氷の盛り上がり現象のこと。諏訪大社の神が湖の上を渡った足跡と言われている。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。我々は御神渡りとよく似た話を聖書の中に発見。イエス・キリストがイスラエルにあるガリラヤ湖の水の上を歩いてきたというのである。だが古代陸水学の研究によると、当時のガリラヤ湖は凍っており、キリストは水の上ではなく氷の上を歩いたのではないかと言われている。つまり日本にたどり着いた古代イスラエルの民は安住の地として聖書と同じ現象が起こるこの諏訪の地を選んだのではないのか。諏訪の地は聖書の記述が数多く残る聖書の地なんです。モリヤという聖地を望む諏訪に住み着いた古代イスラエルの民は聖書の記述を祭りとして残していた。天下の記載に隠された暗号。やはり日本のルーツは古代イスラエルだった。我々は調査を続行する。いやー、やっぱり日本史の授業では全く習ってないことが今日学べますね。教科書に書いてないじゃないですか。なんですか、動物の首ですかね。あれ不思議だね。75頭の。そこまで設定がいけるわけですよ。子供を最初こうね、殺そうかみたいな感じで見せといて助ける。ここまで似てるとゾクゾクっときますね。まったく騙されおって。これまで発見してきた証拠を忘れたとは言わせんぞ。この民謡を覚えておるか。やれんそらんそらんそらん。よく聞くね、ソーラン節。北海道に伝わるこのソーラン節、実はヘブライ語でヤーレンとは歌って楽しくなるという意味。人々ははしごを登り、魚の大群が湧き返る海を眺め、豊漁を祝ったという。無理に日本と古代イスラエルを結びつけようとしやって。では3人に問おう。追跡調査。日本のルーツは古代イスラエル。天下の記載に隠された古の暗号。この新説ミステリーを信じるのか、信じないのか。ここまで調べてるっていうことがすごいと思いますね。信じます。本当はなんか今日全部稲で行こうと思ったすいません本当に。これだけのことを見せられると信じます。はい。私も信じますね。なんかすごく夢があるし、ここでやめてほしくないので。なんだろう。まあね、じゃあ。時にお主相撲は好きか。毎場所見てます。では親父殿と相撲を取ったことはあるか。うちの父はですね、めちゃくちゃ相撲が強いんですよ。市川海老蔵さんもお相撲好きなんですね。でうちの稽古場でうちの父と相撲を取りまして、うちの父が上手投げで投げられて、障子がめちゃくちゃになったという。そんなお主が親しんでる相撲だが、実は日本のものではないわ。相撲は古代イスラエルの神事だった。古代イスラエル。相撲に古代イスラエルを連想させるものは何も残ってない。愚か者がこれを見てから物言いをつけよう。これまで我々は日本と古代イスラエルの驚くべきつながりを調査してきた。そしてさらなる調査の結果、信じられないものが古代イスラエルとつながっていたことを発見。それは発見。なんと相撲、伝統と格式を誇る日本の相撲が古代イスラエルとつながることなどありえるのか。メソポタミア文明の遺跡から出土したという青銅器。驚くことに壺を頭に乗せ相撲を取る人がかたどられている。しっかりと右四つを取るその手が握るのは、なんと回し。まさに力士そのものではないか。これは一体どういうことなのか。メソポタミア文明が栄えた地域には古代イスラエルも含まれている。我々は徹底調査を開始すると、旧約聖書にまさかの記述が。